くよです。葵だぜ。ねえ葵、噂に聞いたんだけど、昔と今ってヤクザの世界も変わってきているみたいね。そうだな。映画の影響もあって、ヤクザって言うと、やっぱり闇金とかのイメージが強いけど、近年ヤクザのビジネスも変わってきているみたいだぜ。へえ、近年のヤクザのビジネスについて知りたいわ。いいぜ。それじゃあ本題に入る前に、まずはしのぎについて説明しておくぜ。しのぎ？ああ、主に暴力団が収入を得るために使う経済活動の呼び名だ。へえ、初めて聞いたわ。それこそ昔は、用心棒、賭博、違法薬物密売、闇金融、詐欺グループの元締めなど、違法手段のものが多かったんだが、近年はその傾向も変わってきているんだぜ。警察庁の取り締まりが厳しくなったからかしら？それもあるだろうな。ということで今回は、ヤクザの新しいしのぎを7選紹介していくぜ。まずは一つ目、背取りについて解説するぜ。つくよは背取りという言葉、聞いたことあるか？転売のことかしら？おお、よく知ってるな。背取りは転売とも言われている。ちなみに、なんで知ってたんだ？おばあちゃんが前に言ってて。ちなみにおばあちゃんは、ヤクザじゃない。よな？当たり前じゃない。物知りな普通のおばあちゃんよ。安心したぜ。ヤクザの手口なんだが、実体のない架空の会社の社員を名乗り、虚偽の取引を行い、相手企業から品物を搾取する。これは取り込み詐欺と呼ばれているんだが、その騙し取った商品を背取りして組織の資金目的で利益を得ようとしてるんだぜ。ひどいわね。ああ、実際にこういった被害は後を絶たない。2017年以降の食品販売、卸会社の取り込み詐欺の被害は10社以上確認され、その後の背取りでの換金により、被害総額は6000万円にも上るらしいぜ。6000万、そんなに多くの被害が出ていたなんて。そもそも、食料品や飲料品って、転売しても大丈夫なの？基本的に、食料品も飲料品も背取りは可能だぜ。だが、肉類など、賞味期限があったり、保存に手間がかかる食品管理は背取りのデメリットなんだ。なるほど。ちゃんと衛生管理もしっかりしないといけないってことね。そういうことだ。もしアマゾンのような通販サイトで食品販売をするとき、食品は全部、容期限管理商品という扱いになるんだ。へえ、それじゃあ常温保存できるものじゃないと、大変なことになっちゃうわね。ああ、アマゾンの物流サービス、FBA などを利用するなら、また別だけどな。実際にこのビジネスをしのぎにしていた薬剤枠、知り合いの店に卸すか、押し売りするのが主流らしいぜ。これは、ヤクザから聞いた実際の話なんだが、日本には機能していない幽霊会社と言われるペーパーカンパニーがいくつかあるみたいだぜ。ペーパーカンパニー？ああ、まず、相手には売りかけで商品を売ってもらえるように、ご体操な事務所を構えて、信用させるんだ。はじめは少額取引で、どんどん高額取引を行って、ある日突然、事務所ごと消え去るらしいぜ。結局、相手企業には支払いをせず商品だけもらって消えるのね。なんて手口なの。そこで得た商品を通販サイトで売っちまうのさ。リピーターを捕まえれば利益も伸ばせるし、まとめ買いしてもらえて利益も大きくなる。安定した収益を上げれるみたいだぜ。なるほど。でも、そんなに大量に取引していたら、相手も疑い深くなってくるんじゃないの？それが、家電やパソコンと違って、食品は一つ一つの単価が安いから、意外と騙されやすいらしいぜ。へえ、みんなに気をつけてって教えてあげたいわ。特にどんな商品が売れるのかしら？薬剤枠、ボトル缶のブラックコーヒーのような、保存の効く商品は売れる定番らしい。あとは、白漠もち麦ご飯 50g のようなもち麦、健康関係の商品や、軽くて扱いやすい、蒙古タンメン中本とか、ペヤング激辛焼きそばなどの人気商品は売れるらしいぜ。そうなのね。でも、商品単価が低い分、薄利多売になりそうね。今の時代、ヤクザもコツコツと、時代の流れに合わせたビジネスを展開してるみたいだな。二つ目は、公営ギャンブル博打サロンだ。いきなりだがつくよ、かつてのヤクザにとって最大のしのぎって何だったか知ってるか？難しいな。映画とかのイメージから博打かしら？サイコロを使って、共犯賭博のシーンとかよく見たことがあったし。おお、鋭いな。その通りだ。今でも多くの暴力団組員たちは自らを博徒と称して、動いているんだぜ。未だにあるんだ。映画の世界だけかと思ったわ。博徒と称されるヤクザのベテラン幹部の話によると、当時は週に1回、賭場を開いていて、近所の中小企業の社長さんやスナックのママさん、博打好きなサラリーマン、主婦なども来ていた。一晩で数千万円が動くこともあった、らしいぜ。一晩で数千万？そこに行く人たちって、想像だと、
ちょっと危なそうな人とかアウトローな人が多いイメージだったけど、意外と普通の一般人も通っていたのね。ああ、意外だよな。そこで動いた金の 5% をテラセンとして、ヤクザは徴収していたんだぜ。テラセン？いわゆる、賭場を開いているバクトに支払われる手数料や場所代のことだ。これでヤクザたちはしのぎをしていたってのもある。へえ、運営費ってところね。賭場ってそんなにたくさんあったのかしら？ああ、複数箇所あったみたいだぜ。当時はほぼ毎日どこかで共犯賭博が行われていたらしい。毎日、掛け事ってのめり込みやすいっていうものね。そんな多くの場所で毎日やっていたら、警察のガサ入れとか入らないのかしら？もちろんあったぜ。負けた客が警察に垂れ込んで、次々とガサをやられて多くの場所が潰されたらしい。垂れ込みした人の、その後の報復が怖いわね。想像だが、ただでは済まなそうだよな。暴力団犯罪の捜査を指揮してきた警察当局の幹部は、ヤクザはとにかく博打好きが多い。共犯賭博だけでなく、競馬や競輪など公営ギャンブルにも大金をつぎ込む者も多かった。趣味が高じて、競走馬のオーナーになったヤクザの大幹部も知っている、と話していたぜ。やっぱり想像通り、ヤクザは博打好きなのね。いきなりだがつくよ、飲み行為って知ってるか？飲み行為？全く想像がつかないわ。まあ、初めて聞く人も多いだろうな。飲み行為というしのぎもあって。普通は競輪、競馬、オートレースなどの公営ギャンブルの収益は地方自治体に入ることになっているんだ。しかし、公営ギャンブルにただ乗りする形で客を募るのが飲み行為と言われてるんだぜ。へえ、やっぱり、大金をつぎ込むほど興奮するのかしら？だろうな。そこがギャンブルの怖いところだ。多くの暴力団幹部は、ギャンブルに大金をつぎ込むことで熱くなる。興奮度が増す、と口を揃えて言ってるみたいだぜ。一般人でもハマってる人は多いって聞くものね、ちょっと怖いわ。今時代は、ヤクザ映画や時代劇に出てくるような、共犯賭博のような博打をやっているヤクザはほとんどいないだろうな。賭博といえば、近年は闇カジノが主流だぜ。闇カジノ？夜に開店すると、翌朝の午前5時までなど夜通し営業している違法カジノだ。規模にもよるが、ヤクザのみかじめ料として1店舗につき、最低でも1000万円は払っているみたいだぜ。中には数千万円ということもあるらしい。みかじめ料って、土地代や用心棒代みたいなものかしら？そうだ。みかじめ料として、店側に要求する金額だ。みかじめ料で最低でも1000万。ってことは、それだけのお金が動いているのね。そういうことだ。一晩で億単位の金が動くこともあるらしいぜ。近年では、人気スポーツ選手が大金をつぎ込んでいたことが発覚して、社会問題にもなっていたな。私たちの金銭感覚とは桁違いの数字ね。でも、負けて痛い目にあって、懲りたりしないのかしら？そこがギャンブルの落とし穴だ。警察による摘発が繰り返されても、次々とオープンしているのは、客足が絶えないからだぜ。ヤクザ曰く、勝った時の高揚感が忘れられないのだろう。しかし、負ける時もある。負ければ、取り返したい。それでまたつぎ込む。その繰り返しだ。と話していたぜ。もう一種の麻薬ね。わかっちゃいるけど、止められないのね。ああ、だから関わらないのが一番だ。三つ目は、個人情報の違法取得だ。なんだかハッカーみたいね。近年、暴力団排除条例や暴力団対策法などの、警察の取り締まりも強化されているから。ヤクザ社会も現代に合ったやり方が主流となってきたみたいだぜ。へえ、まさにニュースでよく見るオレオレ詐欺みたいなことをやってるのかしら？オレオレ詐欺。まあ、ちょっと古いが、未だにそれもあるだろうな。現代ではネット環境を利用して預金口座情報を取得する詐欺や、セキュリティの不備に乗じてハッキングする行為も増えているらしい。今は誰でもインターネットを使えるし、テレワークも増えているものね。ああ、だからごく普通のサラリーマンでも、知らない間に情報を抜き取られている。なんてこともあるみたいだぜ。さらに怖いところでは、高額な報酬で会社や個人情報を含む各種情報を横流しするよう、誘い込むなどといったことも行われてるみたいだぜ。怖すぎる。気をつけなくちゃ。四つ目は、焼肉屋だ。焼肉屋？つい昨日もおばあちゃんと言ったばっかりよ。もしかしたら。ちょっと、怖いこと言わないでよ。ごめんごめん。年々取り締まりが厳しくなる一方、暴力団も社会情勢に合わせて巧妙にしのぎを確保しているから。意外と身近に潜んでいるかもしれないな。そういうのって見た目で分かったりしないのかしら？
2020年6月、大阪府警が特定した焼肉屋は、大阪府内の雑居ビルの一角にあり、イラストがついた看板を掲げ、他の飲食店と並んで営業していたみたいだぜ。見た目は普通の飲食店で、堂々と営業しているから逆に見抜けないのね。そういうことだ。この焼肉屋で借金の方に知人男性を無償で働かせていたんだ。あんまり知らないけど開示的手法ね。2016年に地元の祭りで知り合った男の配下組員から野球賭博に誘われ参加してしまい、負けが続いた。法外な利息がついた借金はいつの間にか100万円を超えていたらしいぜ。賭博だけはやめなさいっておばあちゃんに教えられたわ。ぜひともその教えを生涯守ってくれ。結局、この男性は約1年間にわたり、昼間は本職、夜は焼肉屋で働き、時給は借金の返済として全て取り上げられていたらしいぜ。そんなの過労死しちゃうわよ。このように、今では一般人に紛れてしのぎを行ってるみたいだぜ。確かに、普通じゃ気づかないわね。いくつ目は、インターネットカジノだ。よく映画で、賭博行為をやってる部屋や事務所に警察が押し入るってシーンがあったけど、現在はネット上でやっているのね。ああ。二つ目に説明したような、公営ギャンブル博打サロンだと、ガサ入れのリスクや、家賃もかかるしな。なるほど。ネットなら家賃いらないものね。ああ。種類も、バカラやルーレットだけじゃなく、各種スポーツもインターネット配信されるようになってから、スポーツ賭博も広がってるみたいだぜ。自宅から参加できちゃうし、デジタル決済などの進化によって手が出しやすくなっちゃったものね。まさにその通りだ。外出自粛もあるしな。一攫千金が狙えるともなれば、利用者の増加や投入金額の増加も見込めて、しのぎとして格好の場所だと考えられているみたいだぜ。6つ目は、金塊密輸だ。へえ、そんなしのぎがあるのね。ああ、金塊密輸は、ヤクザにとって美味しいしのぎらしいぜ。へえ、そうなのね。詳しく知りたいわ。なぜ、ヤクザにとって美味しいしのぎかというと、危ない橋を一回渡るだけで巨額の金が懐に転がり込む。コスパのいいしのぎだかららしいぜ。ルートなんていくらでもあるし、まだまだ稼げるしのぎだとも言われているらしい。なるほどね。だから金塊の密輸事件をはじめとして、金取引の資金を狙った強奪事件など、金にまつわる事件は後を絶たないのね。特にフィリピンは、世界でも有数の金産出国として知られていて、日本からも現地に派遣され、本格的に採掘をしているらしいぜ。へえ、確かにフィリピンには私鉄製錬大手や大手総合商社なども金鉱開発に参入しているものね。ああ、金塊密輸に詳しいヤクザに聞いたところ、作業小屋を建てて、現地で雇った作業員に採掘させているのが主流らしいぜ。そうなのね、でも危険そうな仕事ね。まあ、そうだろうな。フィリピンは全就労人口の実に3割を農林水産業が占めるほど、産業に乏しく、こうした小規模金鉱が無数に存在するらしいぜ。そこで多くの現地住民が日銭を稼ぐために、地下鉱山での陥落事故や採掘で使われる水銀による健康被害など、危険が伴う作業に従事しているんだ。どれくらいの金が産出されているのかしら？それがな、小規模金鉱で産出される金はフィリピン中央銀行が買い付けて輸出しているんだが、その総量に関する正確な統計は発表されていないんだぜ。なるほど。つまりは、表に現れない金の多くが国外に密輸されているということね。まさにその通りだ。薬剤枠、別の業者のところに持ち込んで金塊として加工する。それを日本に持ち込む。もちろん、ただの密輸よりもコストはかかるが、それでも上がりは相当なものになる、らしいぜ。だから金塊絡みの事件が絶えないのね。そうだな。実際に東京税関が香港から成田空港経由で、金塊約 360kg を密輸しようとした韓国籍の男2人を、関税法違反などで摘発されたりもしていたしな。金塊約 360kg って、どれくらいの金額になるのかしら？約16億円相当だな。16億円。桁が違いすぎる。でも、それだけリスクも高いのにどうして金塊密輸ビジネスは後を絶たないの？これまで述べてきた通り、一発当たればでかいのと、あとは金価格の高値安定と日本での金取引の特殊事情が絡んでいるからだろうな。特殊事情？ああ、金には国際価格があり、値段は共通だ。また海外から日本に持ち込む場合、消費税分の 8% の納付が求められる。国内での売却時にも同様に上積みされるんだ。へえ、消費税がかかるのね。ああ、正式なルートでやるとな。しかし、税関を通さずに国内に持ち込めば、納付しなかった消費税分がそのまま利益となるというわけだ。なるほど。だからさっきの関税法違反の事件でも、隠して持ち込もうとしたのね。そういうことだ。
また、金の価格はここ10年余りで一気に上昇したんだぜ。そうなんだ。どれくらい上昇したの？2000年には1014円にまで落ちていたものの、その後は右肩上がりで、2016年には4396円の値がついたらしいぜ。そんなに、もしかしたらおばあちゃんの金塊も高く売れるかも。おばあちゃん金塊持ってんのかよ。この前、タンスの中で見つけちゃったの。タンス貯金のレベルが違うだろ。本当にヤクザじゃないよな。普通のおばあちゃんよ。ヤクザ曰く、金の密輸や強奪を実行するにはある程度の人員を確保しないとダメだ、と話していて。そこでヤクザが持つ独自のノウハウとネットワークが必須らしいぜ。へえ、どんなノウハウとネットワークなのかしら。こういう危ないビジネスは、使用責任が厳しく問われるヤクザと、実際に犯罪に手を染める実行犯の関係性は薄ければ薄いほどいいらしい。足がつくリスクも軽減できるものね。その通りだ。ヤクザ曰く、知り合いの知り合いぐらいの関係がちょうどいい。こういった人間を集めるのには SNS は好都合だ。と、LINE や Facebook を駆使しているみたいだぜ。へえ、普段何気なく使っていたアプリだけど、こういう犯罪にも使われているのね。実際、福岡市で警察官を装った男らが約7億5800万円相当の金塊約 160kg を強奪した事件でも、逮捕された男らは Facebook で繋がっていたことが確認されているんだぜ。ヤクザのしのぎも現代化してるってことね。最近は LINE よりも秘匿性の高い、中国の通信アプリ、ウェイシンや、米国の通信アプリ、シグナルが人気らしいぜ。なるほど、情報漏洩を防いでいるのね。また、ヤクザはこうも話している。金は紙幣よりもかさばらないし、運搬に便利。脱税した金や特殊詐欺などの犯罪収益をロンダリングするのにも好都合だ。金塊に変えてほしいと億単位の金を持ち込んでくる金持ちもいる。スポンサーに困ることはない。ロンダリングって何？これは、資金洗浄とも呼ばれていて、不正に得たお金を合法的に手に入れた資金に見せかける違法行為のことだ。そういう意味なのね。いろいろ金塊密輸ビジネスについて聞いたけど、日本にもそんなに頻繁に持ち込まれているの？何度か逮捕されている事件は見たことがあるけど。それがな、実際に捕まって表沙汰になるのなんてほんの一部らしいぜ。金の密輸は毎日のように行われているらしいぜ。私たちの知らない世界で、そんなことが起こっていたのね。全く驚きだよな。七つ目は、闇金ビジネスだ。これはテレビや映画でも見たことあるから、なんとなく想像がつきやすいわ。現代は特に国からの助成金や支援金融資の遅れなどに窮した、個人や中小企業に対して、違法な融資が広がっている。これが闇金ビジネスだ。借りた後、多額の利息を請求されたり嫌がらせされたりするのよね。それもある。また借りる側も、その後の支援金や融資に期待して、少々高い金利でも手を出しやすい時代になってしまったからな。きっと付け狙うチャンスがあると見られているのね。そうだな。生活が困窮する人が増えたことや、困窮とまではいかなくても収入が減ったこと。精神的なストレスを解消したい思い、オフィス街の自由度が高い環境で働くことが増えたことなどで、罠に陥るリスクが高くなったんだろうな。確かに、注視すべきポイントね。ということで今回は、ヤクザの新しいしのぎ7000について紹介したが、つくよ、どうだった？ヤクザも現代に合わせて試行錯誤してるんだなーって一部感心しちゃったわ。確かにな。映画やドラマで見た世界とは、全く違うよな。それに、意外と身近に存在しているんだなって思ったよな。驚いちゃったわ。知らぬ間に関わったりしないように、気をつけなくっちゃね。そうだな。危ない橋は渡っちゃダメだぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。